はい、こんにちは、物欲なガヤ人です。今回は iOS の iPad や iPhone、 そして Android のスマートフォン、タブレット等で使えるソナーペンというペン、スタイラスペンご紹介いたします。皆さんペン使ってますでしょうか？そして何使ってますでしょうか？やっぱりね、こういったアップルのアップルペンシル、純正品使うっていうのは一番安定してるかとは思うんですけれども、やっぱりね、価格が高いんですよね。なので互換品というか安価なもので十分という方も多いのではないでしょうか。そんな中ですね、結構このスタイラスペン、ペンっていうのは需要というかですね、皆さん興味があるようで、こういった動画出すと結構反響がね、大きいジャンルでもあるんですけれども、今回はソナーペンというなかなか面白い仕組みのスタイラスペンをレビューを提供品いただきましたのでご紹介したいと思います。これ特徴は電池が不要なんですけど、筆圧検知ができるというなかなか面白い仕組みになっています。パカッと、まあね、私絵心全くないので、こんな素晴らしいね絵は描くことができないので、なかなかね、実際のお絵描きレビューにはならないんですけれども、まあどんなものかというのを紹介させていただきたいと思います。このような感じの結構太めのペンになってまして、しっかりとしたパッケージに入ってます。 Amazon 等のレビューもなかなかいいようでね、使われている方もいらっしゃるかと思います。で、これ色違いがすでに裸でありますけれども、何が特徴かと言いますと、まずね、ペン先はこのように円盤型、こんな感じの円盤型、まあ、Apple Pencil 使う前よく流行りましたよね。やっぱり安定して使いやすい、こういったねディスクが入っていて、ここで、まあ、ゴムというかね、こんな感じで通電するというタイプです。よくね、ここのゴムが劣化して切れたりするということで、今回ここもね、替え芯がちゃんと変えれるようになってまして、よいしょ、こんな感じでちゃんとね、替えの芯交換ができるような仕組みにはなっていますので、まあ、もしねここ切れちゃったりした時にも安心かなというふうに思います。こんな感じのスタイラスペンなんですけれども、まあ、このままでもね実は使えるんですよ。こんな感じで、例えば、iPad mini ですけれども、こんな感じで問題なく使えますし、実はね、画面の外側からのスワイプにも対応しています。このようにアプリが切り替えることができます。まあ、上からこう引き出すことも可能です。こんな感じで。そのままでも全然使えるスタイラスペンなんですけれども、ここにね、一工夫、ケーブルがこんな感じでついてまして、先っぽにはイヤホンジャックのこのように4極端子のジャックがついています。実はね、ここから電力を供給するというなかなかアイデア商品ですよね。なのでこのイヤホンジャックがあるこのタブレット、 iPad mini 第5世代にくっつけますと、こんな感じで、これで筆圧検知機能と、あとね、こうボタンが横にあるので、こうですね、このボタンで割り当てたコマンドが実行できると、こんな感じになってます。これなかなかすごいですね。なので電池が切れることがありません。そしてこのペンの対応アプリなんですけれども、実際に使えるのは、限られたねアプリのようでして、まあ、公式のサイトに対応アプリが記載されてますけれども、いくつか紹介していきましょう。例えば全ブラシ2というアプリです。これは筆圧検知対応しています。ただ設定する必要がありまして、これ、ね、アプリごとに設定画面違うんですけども、こんな感じでスタイラスペンと書いてまして、実はここソナーペンって書いてますよね。これで見てください、今ソナーペンが認識されまして使えるというような感じになっています。で、このペンがね、こうね、効かない、この個体だけかもしれません。もう一個ちょっと今開けてやってみようと思いますけれども、例えば今ね、ほら、これ聞かなくなっちゃった。あ、聞いた。これ聞かないでしょ、これ。こんな感じで。ほら。もう感度が悪いんですよね。なんでかなと思うんですけど、
ペン先変えれば治るのかな。これでも開けたてなんですが、筆圧はちゃんと効いてます。こう、どうでしょうか。ひったくそですけども、まあ、このようにね、今効かなかったのがお分かりいただけるかと思いますけども、すごい書き味いいですし、筆圧検知もできますし、まあ、このねボタンがついてまして、このボタンで今戻るボタンに当ててますけれども、戻ることも可能です。これはイライラしますね。これ皆さんね、これ評価すごいいいんですけど、こんな感じにはならないんですかね。あー、今はひどいな。とまあね、こんな感じの筆圧検知に対応したペンです。そして続きましての対応アプリはアイビスペイントというものです。これも同じくブラシにすると、こんな感じで細く強く押すと筆圧検知ができております。細く太く細く太く細く太く、このようにですね。ただ早く書くとこんな感じで抜けております。では別のアプリも見ていきましょう。もちろんね、こういった普段使いというか、キーボード入力だったりスワイプ問題なく使うことができます。これはそんな感度ね悪いっていう感じじゃないですね。続きましてはメディバンペイントというアプリです。これも対応していまして、スタイラス設定をすることができます。このメニューから筆圧検知設定で、このソナーペンタップしてくださいとすると、このようにねデバイス検知がされましたので、これで使うことができます。これも同様です。こんな感じで細い太い細い太いと筆圧検知を使うことが可能です。まあ使い方としてはこんな感じで、対応アプリに対しては筆圧検知機能を使うことができますし、対応アプリではないものは普通にスタイラスペンとして使うことが可能です。で、気になるのはこれ 3.5 ミリジャックのイヤホンジャックないタブレットとかスマートフォンどうなのと思うかもしれません。実はいろいろ試してみました。まずね、この iPhone SE 2ですけれども、これねイヤホンジャックがなくて、このようにねライトニングだけですけれども、このようにライトニングと 3.5 ミリの変換アダプターを使うと問題なく利用ができました。これね普通にこの iPad mini と同じような感じで使うことができました。ちょっと画面小さいので操作性には難はあるんですけれども、使うことができています。で、ただこちらですね、 iPad Pro です。 Pro は Type-C なんですが、同じように Type-C と 3.5 ミリジャックを変換するこのアダプターをつけたんですけど、筆圧検知はうまく動きませんでした。なんか仕組みが違うのか分かりませんけれども、この iPhone の場合はうまくいったんですけど、ライトニングの場合は、ね、うまくいったんですけども、 iPad Pro11インチの場合はうまくいきませんでしたので、まあ、このあたりは相性があるのかなというふうに思います。では、まあ、ペン見ましたけれども、こっちのペンでも同じぐらいの検知なのかっていうのをトライして、あとはペン先もちょっと変えてみてね、さっきの反応の悪さが治るかっていうところを見ていきたいと思います。カラーはねかなりカラバリありまして可愛らしいですね。そして今回同梱いただいたこのソナーペンのペン先っていうのもこんな感じで、替えのペン先、これだけ売ってるのかちょっとわかんないですけども、ペン先がありますので、まあこれもちょっとうまくねいかなかったら変えてみたいと思います。パッケージ内を見ていきましょう。このようにペン本体と、あとね面白いですね、これはねペンのホルダーですね。
こんな感じでマグネットでくっつきますので、これ両面テープで貼り付けておけばこんな感じでホルダーになります。あと面白いのはこれ、このようなホルダーもついていまして、これはね、実はこことか、ほらこれライトニング端子に装着ができるというものですね。こんな感じでライトニング端子に装着してホルダーとして使うことができます。これなかなか面白い仕組みかなというふうに思います。そして替えのペン先が一つ入っています。あとはこのような可愛らしいねシールが2つ入ってますね。以上です。ケーブルはこのように収納されてまして、こんな感じでぐぐるっと巻いてあってこのようになってます。ちょっとこちらのペンで試してみたいと思います。そしてあとはイヤホンジャックにこのようにね差し込むだけというお手軽な接続です。アプリ再起動したら認識しました。やっぱりね認識が悪いですね。認識というかこの検知、いまいちだな。これがねうまく認識されればかなりいいんですけど、なんか結構書いてたらさっきと全然不動産の感覚が違くなったんですけど、これなんでだろう。設定そんな変えてないんですけど、ペン先の押し込み度合いかな、もしかして。なんか全然これちょっと押すだけでめっちゃ太くなっちゃうんですけど、これなんかでもかすれはなくなった気がするけど、かなりセンシティブ、かなり、押すだけでかなり太くなる。すっ、治った？いじってたらねさっきよりも良くなりました。なんでだろうな、これ理由が分かりません。ちょっと書いてみますよ。あ、一回抜けましたね。ちょっと早いと抜けるかな。ほらこんな感じで細い太い細い太い書けますね。ちなみにアップルペンシルだと太さが全然違いますね。このように漏れは 100% ありません。まあ純正だからね、そうですよね。こんな感じです。ということでいかがでしょうか。ちょっとね改善されてきたというか、最初に紹介したより、検知抜けっていうのはなんでか分かんないですけど少し少なくなった気はします。どうでしょうか。まあ物欲名古屋人と書いて1本2本程度には今の状態ではなっているかなというふうに思います。まあこれを見て皆さん、まあ安価ですので純正のペンよりは、まあこれぐらいでね十分使えるという方でしたら問題ないかなというふうに思います。ということで今回はこのようにイヤホンジャックに装着して使うなかなか面白いスタイラスペン、ソナーペンご紹介いたしました。参考にしていただければ幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございます。こんな感じです。よくね頭の中を示すとか言いますけどね、参考になれば幸いです。